前科3番893番チョリキ太郎です。お待たせしました、ヤクザと芸能人シリーズ。今日はね、昭和の歌姫、あの美空ひばりさんと山口組3代目のお話ですね。まあ、あの興行とか芸能って言えば、まあ、ヤクザのしのぎなんですよね。昔江戸時代からその河原で行われた歌舞伎、民謡、大衆演劇もね、地元の権力者に挨拶をして場所と観客を集めて興行を成功させるっていうのはごくごく当たり前のことでしたね。私が子供の時でもプロレスなんかはそうですよね。もう堂々とこれはヤクザのとみんな分かってましたよね、プロレスなんか。そうなんですね。まあ今ではね、そんなことだったら大問題で、この芸能人としてその暴力団ヤクザとね関係が噂されるだけでももう命取りというかね、大変なことになりますが、さてこのひばりさんなんですが、ひばりさんの生い立ちからいきますね。昭和12年、1937年生まれ、魚屋を営む父親と母親のもとに2男2女の長女として誕生。両親が音楽好きでレコードをよく聴いていた影響を受け、ひばりさんは幼少の頃から歌って踊ることが大好きだったと言われております。父親が出兵の際の壮行会で、まあ、戦争に行く時です。その時に ひばりさんは歌を披露します。そこで幼い少女が大人顔負けに歌って踊ると有名になり、近所の会合や寄り合いに呼ばれるようになっていきました。1946年、 NHK の素人のど自慢に出場します。会場の盛り上がりに反して金はならず、結果は不合格。なんと不合格なんですね。理由は子供らしくない、大人同様に歌うなど不謹慎だということだったみたいですね。まあなんともね、すごい時代ですね。子供が大人よりうまく歌い踊る。しかしひばりさんは古賀政男さんとの出会いをきっかけに、まあこの古賀政男さんっていう方はね、うちにも確かね、うちだってそんなにね、そんな音楽聴くようなあれじゃないけど、さすがにね、古賀政男さんと田畑康夫さんだったかな、うん、田畑なんとかさんいかない、急に思い出せないで、ね、バタヤンとか、それはね父親が聞いてたような気がしますね。それぐらい有名な方ですね。その方との出会いをきっかけに、子供が大人よりうまく歌い踊ると有名になり、戦後の日本人に活気と明るさをもたらしていきます。田岡三代目との出会いになりますね。関西で興行を催す際に、どうしても地元の興行主に挨拶をしておかなければならず、ひばりさん親子ですね、は山口組三代目田岡組長のもとに挨拶に面通しに行きます。そこでおじさんに一曲歌ってくれるかいと田岡組長が頼むと、はい、でもおじちゃんどんな歌が聞きたいのですかと物おじもせずに相手の期待に応えようとしたひばりさんの度胸と歌のうまさに、田岡三代目は惚れ込み、一生守ってやる、成功させてやると誓います。まあお嬢と呼び始めたのは田岡組長で、組関係者からは三代目親分とかね、芸能者関係からは社長と呼ばれる田岡組長をおじさんと呼べたのはこのお嬢ひばりさんだけだったということです。山口組には山口組興行部というものがありました。神戸で浪曲興行などを取り仕切っていた部門です。後に神戸芸能社企業社邸で社長の田岡組長以外は皆社員は全員仇ということだったみたいですね。で、田岡組長はひばりさんにひばりプロダクションを作らせて独立させ、ひばりさんが芸能界で食い物にされないように守っていきます。これはですね、2代目山口組の山口昇さんのところで、いかにその興行とその権利関係が難しいかっていうお話をしてますので、もし知りたい方はね、前のやつに戻って見てもらえると、過去にその山口組2代目のお話をした時に、本当に命を落とすようなね、落としかねないような怪我をするようなことで、その芸能のことの権利関係が難しいということがあって、やはり芸能人がヤクザの奪い合いみたいなことがなってますので、そういうことを懸念してだと思います。またひばりさんが熱狂的不安から塩酸をかけられた事件もきっかけになり、田岡組長はひばりさんの興行にはできる限り同行し、ガードを固めたと言います。やっぱり田岡組長本人が言ってるとなれば、やっぱり周りの目もね、あ、これは迂闊には手は出せないなっていうことになりますからね。ひばりさんの結婚にも田岡組長の影響が大きくなります。田岡組長の影響が大きく出ますね。ひばりさんは日本一のスターになりました。アイドル雑誌明星
上のインタビューで知り合った小林明さんに一目惚れ、ひばりさんから積極的に売り出し中の小林明さんに近寄っていきました。ステージママの第一人者であるひばりさんの母親はこの結婚に猛反対。一方田岡組長はひばりさんの気持ちを分かってやれと小林明さんの背中を押したと言われました。売れっ子二人の新婚カップルは新婚のまま離婚に至ります。実際はなんと母親の猛反対で婚姻届を提出しておらず、事実的には結婚していませんでした。別れる時もお嬢のためだ、別れてやれと背中を押された小林明さん。本人同士の話し合いなどなく物事が勝手に進み勝手に終わってしまったと後に小林明さんは明かしていました。話は変わりまして、家族の絆を選ぶ10年連続で NHK 紅白歌合戦のトリを務めてきたひばりさんですが、弟さんの不祥事でNHK から紅白の出場を断念するように通達されます。4歳年下の実弟である加藤哲也さんは歌手や俳優業もしてましたが成功せず、生活が荒れ山口組、増田組の射程頭になりました。賭博ほう助、賭博会長取りなどの容疑で逮捕、拳銃不法所持、傷害暴行、拳銃密輸の容疑で逮捕などの事件を繰り返しました。 NHK が問題としたのはひばりさんが山口組関係者であるとかないとかではなく、弟実弟が暴力団員だということなんですね。ここが今の時代とは大きく違うところですね。ここなんですよ。今は逆に本人から見て兄弟だとか親がそうであってどうこうっていうのはちょっとそういうのは逆にありえないですけど、弟さんが暴力団員だっていうことでを問題視した。だからそれぐらい今とこの考え方が乖離しているっていうことですね。でも山口組関係者であるってことははっきり分かっているわけですよ。もう芸能の成り立ちがそうだから。でもそれを言ったらほぼほぼ全ての芸能人が関係してるんで、それはさすがに言えなかったんじゃないですかね。今の感覚でいけばひばりさんは最初の時点からアウトですもんね。だけど芸能イコールヤクザという興行イコールヤクザなんで、そこは否定できなかったんでしょうね。そしたらもうタレントさんなんていうのは歌手タレントさんなんてもういないのと一緒なんで、ひばりさんはこれをきっかけに紅白歌合戦には二度と出場しませんでした。まあ家族の絆を大切にするひばりさんは弟の哲也さんを見放すことはしませんでした。ひばりさんは弟の哲也さんをひばりプロダクションのプロデューサーとして勤めさせ、一緒にコンサートなどを手掛けていきました。ひばりさんはお酒と病気、このワードからね避けては通れないですね。1980年代に入ってステージママの実母が逝去、父親代わりだった田岡組長も亡くなってしまい、親友のエリチエミさんも逝去、哲也さんともう一人の弟も続けて亡くし、ひばりさんは酒で悲しみを癒すようになり、酒とタバコで体を蝕みました。まあ肝臓が悪くなると大体骨頭壊死が起こりやすくなります。重度の慢性肝炎から肝硬変となり、両側の突発性大腿骨頭壊死と診断され、闘病生活を送るようになりました。当時50歳、もう一度歌いたいという信念で不死鳥コンサートで復活します。私もなんとなく覚えてます。赤のね衣装でね、なんか出てなんかすごい、え本当に病気なのみたいな感じはしましたけどね。舞台上では力強くまた華々しく歌う姿を見せていましたが、実際は舞台袖から楽屋まで倒れるようにして連れて行かれ、楽屋には常に医師と医療スタッフがスタンバっている状態だったそうです。いつ吐血してもいつ倒れてもおかしくない状態でコンサートは遂行されました。本当はそうだったんですね。コンサートの最終日、東京ドームから救急車で運ばれていた事実は伏され、当時は完全復活と報道されていました。私もそう思ってました。ひばりさんの容態はまあそれから悪化の一途をたどります。突発性間質性肺炎による呼吸不全でなんと52歳で亡くなりました。52歳ですよ。私が今年56歳なんで私より若いです。なんか私の印象ではものすごい貫禄があって大スターって言ってますけど、私より若かったんだ。永遠のスター美空ひばりという感じなんですが、まあ本当にこんな若くして亡くなっているっていうことなんですね。まあここまでいくと本当に昭和のね芸能史の1ページが本当に終わったというような感じだったんですけど、まあ石原裕次郎さんしかりなんですけど、一番面白いというかびっくりしたのはこの弟さんの関係なんですよね。今であれば実弟がそうだからって言ってそこでどうこうするのは人権上の問題が本当に
壊れることで、まあ実際誰とは言わないですけど、そういう事案はあるわけだけども、その人がそうだからってテレビから弾かれることはないわけですよ。だってそれはおかしいですよね。子が犯したことに対して親がある程度の責任を取るっていうのはわかるような気がします。でも親が起こしたことで子が責任を取るのはおかしいと思いますしね。まあこの大きな節目、大きなことであったんですけども、そもそも元々のこの成り立ちのこと、田岡組長との関係性上を言われたわけではないというのは不思議な事態だったなと思います。